サフィー2世、または、スライマーン1世は、サファビー城の第8代シャア、アッパース2世と泣きとハーヌムの子、はじめサフィー2世と名乗ったが、後に演技担ぎのためスライマーンに改名した。1666年10月に、父が亡くなり、11月1日に即位してサフィー2世と名乗ったが、薬病、飢が地震と災害続きで、 北のコサック侵入、東のウズベク最終劇にも見舞われ、サフィー2世自身も病気に倒れた。こうした事態は、即位式の日取りに問題があったとされ、1668年3月20日に、改めて即位式が挙行され、スライマーンと解明した。しかしスライマーンは、高級育ちの怠惰で無能な人物であり、政治を大臣に丸投げして、酒と女に溺れて、 だ堕落な日々を過ごした。だが、宮廷に引きこもると、高級の女性や宦官,官に信頼を寄せていったため、宦官,官たちが、シャアの信頼を盾に政治に介入、大臣たちの命令を覆して私翼に走る事態となり、浪費ばかりする宮廷の費用は増大し領民は、重税に苦しみ、軍も弱体化して、カスピ海を荒らし回るコサックのステンカラージニア、 コラーサーンに進行するウズベクになす術がなく、サファビー朝は衰退に向かっていった。1694年にスライマーンは、酒が引き起こした脳卒中で死去。このスルターンフサインが即位したが、サファビー朝は、フサインの代で、さらに大敗、滅亡への道を歩んでいった。ありがとうございます。